2017年ダイエット、今日が7月の16日の日曜日ですね。日曜日の今日もプレートを買いに来ていただいたんで、ちょっとジムに来たんで、ちょっと動画撮ってみますね。今朝の体重が 73.3 ぐらいですかね。2.5 が今週出たんで、ちょっとまた増えてますけども、まあ、増えたうちに入らないですね。人間の体って簡単には落ちないですからね。食事は守れてるんですけど、ダイエットの時いつも思うんですけど、ホメオスタシスですね、恒常性がありますからね。人間っていうのは現状を維持しようとしてるんですよね。だから食事かなりカロリーは抜いてても、やっぱ体重っていうのは1日に3キロとか落ちることは絶対ないですからね。水分で落ちることはあってもですよ、脂肪が落ちるわけないですからね。もしも、まあ例えば3日で3キロぐらい、脂肪が落ちるとしたら、もう人類は死滅してますよね。飢餓の歴史が長かったわけですから。だから最初からこう、例えば1週間で5キロ落としたいっていうダイエット計画が間違いなわけですよね。ダイエットっていうのは体重を落とすことではなく、食事を管理することですね。正しい食事を身につけること、まあ、今年はこれでいきたいと思いますので、そのためにはどうすればいいかっていうと、食事に対する知識と心の安定っていう感じなんで、ちょっとドローイングやってみますね。息を吐いて吐いて吐いて、腹式呼吸だけでもいいんですけどね。これはやっぱ結構いいですね。息を整えると心が落ち着きますからですね。この後ドローイングですね。こういうふうに直接的に筋肉を動かせばカロリー消費をしますし、まあ息を整えると心が落ち着くから、まあ、バカ食いがちょっと収まるかなって感じがしますよね。だからキャベツをたくさん食べたら痩せるって話ありますけども、あれはキャベツを食べて痩せるわけなくて、キャベツを食べたから他のものが食べられなくなるから痩せるわけですね。だからドローイングの、カロリー消費なんて微々たるもんですけども、それによって心が落ち着けば、食事が守れるってやつですね。まあ、筋トレは割とこう1時間もやれば、まあ、400キロカロリーぐらい燃えるんですけど、それもビビたるもんですからね。ご飯2杯食べれば同じですから。なぜ筋トレがいいかっていうと、気分爽快になるっていうことですね。ホルモン分泌も良くなるし、気分も良くなるから、筋トレやるとそういうふうにこう気分が良くなれば痩せる可能性が強くなるっていう感じが強いと思いますよね。筋トレってやっぱホルモン分泌が良くなるんでしょうね。だからまあ、筋トレをやって直接的にカロリー消費を目指すんじゃなくて、気分を整えるっていうのはいいですよね。そういう意味ではやっぱ筋トレが楽しくない人は別のダイエット方法を考えた方がいいかもしれませんよね。ランニングが好きな人はランニングで痩せることもできますし、自転車なんか楽しいですからね、自転車で痩せることもできますよね。しかしまあランニングとか自転車で痩せても使う筋肉が限られてますから、他の筋肉が落ちますからですね。筋肉はエネルギー源として使われますから、まあ、筋トレみたいにいろんな筋肉を鍛えてやらないと筋肉がまず落ちますから、この辺をちょっとね理解すべきだと思いますよね。ちょっとカールなんかやってみましょうかね。グッと LB ジムの、筋トレというのは全身を固める感じなんですよね。グッと前に出してですね、筋トレ中息を整えるのも手ですけどね、息を吐いて吐いて吐いた時収縮させるって感じですね。あとはどこまで気合を入れるかですから、まあ、この程度の、筋トレではなかなか筋肥大というのは難しいからですね。ちょうどいい体ぐらいしかならないから、また逆にいいのかもしれませんよね。筋トレっていうのは筋肉に刺激を与えることで、ダイエットっていうのは食事を安定させることですね。ちょっと発想を変えてやると全てうまくいくんじゃないかと思っております。